どうも、ジャクションセドラーです。というわけで今回ですね、これ古本市場に来てます。はい、というわけで古本市場といえば、トレーディングカード、それとゲーム、この2つがね主な取り扱いということになってくるんですけど、ちょっとね今回はトレーディングカードの、どういうところを見たらいいのかとか、ちょっとね穴場なスポットとか、そういったところを、お伝えしていこうと思います。ぜひこの動画ちょっと見てもらって、ゲームとか、トレーディングカードの攻め方っていうのをね、ぜひ参考にしてもらったらなと思います。というわけで、実際ねもう入っていこうと思います。それではというわけで、これねトレーディングカードのコーナーに来てます。はい、結構ねいろいろあってバラバラしてて、なんかよく分かりにくいみたいな感じだと思うんですけど、これも全部一個一個きちっと商品に対して目を向けていったら全然難しくないんですよ。要するに事前にどれが上がってるか、プレミアなのかっていうのを洗い出しておく、これも絶対やっておかないともう訳分からないので、これ絶対やるべきなんですけど、それをやったとしたら今利益が出るものはこれです。デジモンカードゲーム、最近発売されたんですね。だいたい 2,3 ヶ月くらい前に発売されたかっていう商品で、これ1枚に見えるんですけど、レジ奥にボックスがあるんでこれで販売できるんですけど、今6,400円で、これが仕入れ値がだいたい4,200円くらいなので、利益的にはだいたい1000円ちょっと利益が出るっていう状態になってます。デジモンカード、こっちもデジモンカードなんですよ。これもデジモンカードです。っていうような感じで、じゃあデジモンカードはデジモンカードのくくりがあって、他だとこれだったらポケモンカードみたいなっていうくくりがそれぞれありますので、だからこのくくりを見て、そのこのくくりではどれがプレミアなのかっていうのを洗い出す、ここを絶対最初にやっておけば全然利益が見つかってくるかなと思います。でちなみにこれ古本市場ってこうやっていっぱい並んでるじゃないですか。ここら辺に行きがちなんですけど、これちょっと見てもらっていいですか。ここに過去シリーズのデッキって全部あるんですよ。だから結構商品知識がついてきたら、これバーって見ていったらどれが利益商品かっていうのをこうやって自分で見つけていくことができるんですよ。でここ見る人少ないんで、もう結構穴場です。はい、で今ちょっと見ていくんですけど、例えばどれがプレミアかな、これも違うな、あこれですね、デジモンの決めるカードらしくて、これが今アマゾンでこんな感じです、9,520円、でボックスで買ったら大体4,700円なんですよ。なんで、大体1個あたり3000円くらい利益が取れるっていう商品とかもこういうところに眠ってたりするんですよ。なので商品知識結構つけてこないといけないんですけど、ある程度ついたらこういうね結構眠ってるような誰も見ないようなところを見ていくのも結構ありかなと思います。ここで本当かなり利益出せますんで、っていうような感じでどれか攻めていただきたいと思います。というわけで PS4 の周辺機器のコーナーに来てます。でこれちょっと見てほしいんですけど、実際にこの中で利益取れる商品が今これです。 PS4 の、ワイヤレスアダプターで、こんな感じで Amazon 5,400円で、仕入れ値が、大体3,000円ちょっとなんで、利益的には1000円くらい取れるっていう商品になってます。でこれ再販というかちょっと復活したんですよ、最近在庫が。なのでここからね多分値崩れはしていくと思います。それを見越しての仕入れになってます。なのでこれ仕入れたらもちろんすぐに売っていくんで、もうこういう商品は自己発で売っていくか、もう今日すぐ納品しようかなと思ってるんですけど、こういうね復活した商品は、今は見込み利益取れてるんですけど、例えばこれがすごく薄利とかだったらやめた方がいいと思います。はい、それは値崩れして利益取れなくなってしまいますので、はい、なのでそういった商品は、すぐに、仕入れてもすぐ売っていくか、もしくはちょっとだけ寝かせるか、多分これもまた1ヶ月後とかにずっと同じくらいの値段までまた上がってくるんですよ。なのでそんな感じで値崩れの見越した仕入れっていうのをぜひ皆さん買っていただきたいと思います。はい、やっぱり値崩れして利益が取れなくなってしまうので、それも加味した仕入れっていうのをやっぱやっていけるようになるとかなり背取り強くなってきますので、なのでこういうね復活商品とか値崩れしそうな商品は、すぐに売る、もしくは少し寝かせる、この2つの方法で、やっていただけたらいいかなと思います。超激アツコーナーが来ました。これねやばいっすよ。もう僕実は密かにね皆さんに言わずにちょっと裏技として持ってたんですけど、公開します。はい、見てほしいんですけど、ゲームコーナーです。ゲームソフトのコーナーなんですけど、これどういうコーナーかっていうと、いわゆる乙女ゲーってやつです。はい、で乙女ゲーって今めちゃくちゃ熱くって、絶賛プレミア商品もモリモリなんですよ。ちなみに乙女ゲーって何かっていうと、男の人がいっぱい出てきて、それが女性側からこれを攻略するみたいな、要するに女性がプレイするゲーム、
そういう、ゲームなんですけど、こっちですね、こっちの方がやばい。でこれなんですけど、今 Amazon こんな感じです。8280円、うん、でランキング5400円で、仕入れ値大体6000円で、まあ、出品者数3人と、これ大体1個あたり、まあ、600円くらい利益が取れる商品になります。でこれも利益が取れるんです。これも乙女ゲーです。これも同じように、ランキング2000円くらいで Amazon 8799円、うん、で、仕入れ値大体6000円弱、まあ、大体600円から700円くらい利益が取れる。で、こういうのがもういっぱいあるんですよ。これもそうなんですよ、はい、これも利益が取れて、これも利益が取れます。これも利益取れるんですよ。っていうような感じで、本当に今乙女ゲー激アツなんで、皆さんちょっとぜひこの近くに古本市場とか、まあ、ゲームを置いてる店があったらぜひリサーチしていただきたいと思います。結構激アツになってますんで。 PS4 とかダメですか？そうですね、PS4 も同じようなこれ乙女ゲーあるんですけど、 PS4 よりかスイッチの方がプレミアションが多いです。これなぜかっていうと、やっぱスイッチを買う人ってやっぱ女性が多いんですよ。で女性って PS4 はあまり買わないんですよ。そこの層のユーザー層の違いでこっちの方が需要が高まります。なので結構スイッチの方を重点的にリサーチをお勧めしますっていうような感じで、はい、ぜひ皆さんちょっとね、実際リサーチしていただけたらなと思います。はい、というわけで、まあ、終わったんですけど、まあ、実際ね、結果としてもこんな感じで、まあそこそこ仕入れてきましたので、はい、何かと言った通り、トレーディングカードとかもやっぱ商品知識結構ついてきたら、誰も見ないようなところで利益出したりとかも全然やっていけますので、しっかりとねそういう商品知識っていうのをまずつけてもらって、今回ね乙女ゲーが熱いっていう話したんですけど、そういうのもやっぱ商品知識のゲームで今どういうものが熱いのか、どういう、ジャンルが、まあ、利益取りやすいのかっていうのをしっかり、まあ、日々ねリサーチしてるから見つかってくるっていうところがありますので、めんどくさいんですけど商品知識つけるので、でもやっぱね、セドリやる上での土台っていうのを作っていかないとなかなかねうまくいかなかったりするので、ぜひ皆さんもねしっかり商品知識とか、つけていけるようにセドリやっていただけたらなと思います。というわけで、こんな感じでですね、これからもセドリや転売に関する情報を随時発信していこうと思ってますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。それからですね、何かわからないこととか困っていることとかがあれば、概要欄に貼ってありますので LINE アットの方にメッセージいただけたらなと思います。まあね、今回なんか話した商品知識って言うけど、じゃあ実際どうやってつけたらいいんだみたいな話も結構出てくると思うんで、そういったことはもう全部LINE アットの方でメッセージいただけたら全然答えます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。それではさようなら。